さあ、それでは続きからやっていきましょう。スープラランド。ちょっと日が空いちゃってね、ちょっとね、覚えてないところもあるんだけど、とりあえず今は、クリスタルタワーの頂上を目指せっていうのが今のところのクエストなんで、それをやっていきましょうか。こんにちは。6個残っている貝殻、もう一回教えて。貝殻はこの方角にまだあるぞ。この方角？これまっすぐ行ったらなんか貝殻っていうのがあるらしいな。貝殻ってなんだろう？これかな？あー、サザエか。サザエ的なやつを取ってくればいいんだな。これはなんだろう？サブクエかな？メインじゃ刺すよね。これは開かない。クリスタルタワーっていうのは、多分これやんな。この上に、なんかさ、ビームだかなんだかさ、撃てるみたいなやつがあったよね。それを多分取りに行くんだろうね、この上に。これ、登れる？あんまり登、あ、貝殻だ！これか！ああ、こんな簡単に落ちてるんだ。なるほど、なるほど。じゃあ、これ、ついでに、取りながら、タワー登りますかね。まあ散策もしながら。こっちは青の拠点だな。自分が赤のチームなんで、青ってことは敵か。多分。こっち進めるけど、こっち行かない方がいいかな。絶対違う方向だよね。寄り道だよね、これ。行かない方がいい？ちょっと気になるんだけど、こういうの。こういう脇道すごい好きだからさ。何でもかんでも寄り道しちゃうから。なんかボタンがサボテンの上にあるね。無理っぽいな。これ壊せ、無理か。まだやっぱ早いんやな、これは。オッケー。じゃ、一旦帰って、クリスタルタワー、登ってみましょうか。あれ、登れるんかな？なんか足場があるようには思えんけどな。あのてっぺんまで行けばいいんか、あの下まで行けばいいんか、によるよね。てっぺん絶対無理じゃない？あのクリスタルのてっぺんって。あ、なんか、あ、人がいる。こんにちは。クリスタルの下にストーリーを進めると言われるマクガフィン。あ、え？クリスタルの下にあるんだ。あ、あの下か。なるほど。マクガフィンっていうなんか今必要な銃があるんですね。そんな、なんかストーリーとか言っちゃうんだな、これ。ストーリーを進めると言われる。めたいわメタメタな発言。この家は特に何もないですね。じゃあマクガフィンを取りにタワー攻略しちゃおうか。なさそうだね、とりあえず。よいしょ。どっから行けるんかな。このなんか青い家マークもすごい気になるけどな。おそらく敵なんよね。味方ではないはず。あ、誰かいる。この中は、で、変なものは作ってないぞ。え、何変なものって。え、どういうこと。え、なんか青いんだけど、煙が。これもしかして、青い人間作ってるんじゃない、この中で。これ、なんだこれは。どういうことだろう。おそらくストーリーに関係してくるんだよね。なんだろう。赤い人間を青い人間に変えて、なんか、連れ去るみたいな、そういうこと？ちょっとわからんな。この下っぽいな。あ？敵がいた？もしかして。あ！久しぶり見た、お前。おい！痛いよー！君結構強いんですから。ガードしちゃダメ。ガードしちゃダメ。めっちゃガードするよ、こいつ。あ、死ぬかもしれん。くっ！強えなー。勝てるんか、俺、ほんまに、これ。全然減ってないやん、体力。はい、はい、はい、はい。同じルーティンで行けば。いつか、倒せるけど。お前は、ちょっと強すぎねえか？はい、終わりー！ 1 コイン！こんだけやって1コイン。虚しい。登れない。登れた。登れない。よしよしよし。よしよしよし。さあ、これを多分登ればいいんだな。登れるかな。
あ、いけるわ。意外といける。さあ、よいしょ。なんか、ボタンがあるな。これ、何のボタンだろう。あの先に繋がってるのかな。とりあえず押してみよう。これ、こうしたら、どっかのドアが開くんかな。多分そうやんね。さあ、じゃあこのまま進みましょうか。レバーがある。引いてみる。あー、これあれか、ショートカットか。こっからあれやね。アクション、いや、アクション要素がゴリゴリに出てくるな。苦手なんよ、こういうアスレチックみたいな。マイクラでもさ、やってるけどさ、アスレチック本当に、あ、人がいる。苦手なんよね。マクガフィンは、美術館に収めるべきだ。あー、美術館っていうのもあるんだ、この世界には。芸術品なのかな、マクガフィンって。でも聞いた感じやと、なんか銃みたいな武器らしいよね。それを美術館に保管するっていうのはどうなんやろうね。難しいな、これ。あれは大丈夫。どうやっていこうかな。これ多分、あれだよね。この屈折技を、あぶねえ、あぶねえこのさ、二段ジャンプとかさ、三段ジャンプ使うとね、すごい、思ったよりね、向こう行っちゃうんだよ、これ。ブンブーンって。これマジで危ねえわ。これちょっと、こっち進むべき？これ大丈夫？進んでも。いけるか。これ、多分ボタンがあるから、これ押せばいいんだな。バイン、バインが出たな。あのバインで上切るんかな？ショートカット、ショートカットやるね、多分。この先は、これ登れたりせんかな、このロープ。無理か。これ、どうしよう。ふっ、ふっ、あ、あ、ぶねえ、あっし怖っ。あれも多分いけるよな。いけるよな。ふっ、ふっ、よし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 。で、多分これは、これ置いてええんかな。多分、あのキューブ置くんやんな。あれ別にもうええんかな、あの、ボタン押してなくても。ふっ。あ、あ、あ、痛い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 、もう、落ちた。これ多分、戻れるよね、これで。バインで。バインで戻れるはずなんやけど、どこまで戻れるの？あ、そういうことか。ここまでか。なるほど、なるほど。ここまでショートカットして、えい。簡単に持ってこえるわけか。これ難しいな、ここ。ああ、よしよしよし。あとは、あそこまで行けばいいんかな。他に何もないよね。いけるかな。あ、余裕。全然余裕やわ。楽勝。楽の勝ですね。このまままっすぐ行けばいいのかな。あっちになんか人がいるっぽいから、ちょっと話してみようか。あ、あ、あ、なになになに、あ、これシーソー、シーソーゲームか。こっちから行けるな、しかも。こんにちは。どこにキューブを置くんだろう。前か後ろ。あ、これヒントか。このシーソーのヒントやな、おそらく。前か後ろか。そんな難しいこと、そんな難しいことを言われてもって感じだけど。この中も多分シークレットゾーンなんじゃない？あ、コインだわ。なんでもないだな。何のシークレットでもない。ただのコインだけ。じゃあ、行けばいいのかな。あ、ボタンがある、ここも。多分、これはあれだな。ショートカットやろな。変えれるようにっていう。じゃあ、先進む？これでも行けるか？ここになんか、紫のがあるってことは。これも、フォースキューブを使えば、なんかなるん。あー、でも、こっちなんかあれやな。多分重さ的にこっちやから、あ、あ、ぶ、あ、あんな、な、びっくりしたー。あ、わかった。でもわからんかもしれん。ここに、これがあるってことは、どういうことやろう。どういうことやろう。どういうことやろう。わからんな、やっぱり。これ、あ、なんでこんな、なんでこんな、スライドするわ。この世界には重力のは、いや、ないんか。月か、これ。これさ、めっちゃぬるるっと落ちてくんやんって。スーって。怖い怖い怖い。
このまままっすぐ行けばええんかな。でも分かった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 。分からんけど分かったかも。この辺で、いや違うな。あそこかな。あ、違う違う。一回ちょっと向こうに落ちてもらって。え、でもホースキューブって、2個も置けんよな。なんか前提条件で2個必要みたいなことかな、これ。1個しか置けねえもんな。ええー、どういうことか。どういうことか。とりあえず、待てよ。一回、この上にフォース置いて、上がるでしょ？上がった下に、ここに、フォースを置いて、で、おそらくこれでしゃがめば、しゃがむってとこれか。多分しゃがんでいけば進めるはずだよね。で、これジャンプでいけるか。いけそうやな、割と。よし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 。あ、なるほど。意外とシンプルやったわ。さあ、中盤ぐらいかな。もうそろそろじゃない？こんな、すごいな。パズルとアスレチックがマジでうまいこと噛み合ってるね。このゲーム、神ゲーやな。PC 版しかないんか、ちょっと、もったいないぐらい、いいゲーム。これは多分キューブを置けば、どうすればいいんだろう。なるほどね。こっちの道が開けるわけか。はい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 。天の際。天の際が、やばいよ。才能が、バチバチ切るね。で、こっち登るのかな？このボタン。これなんだろう？これ何のボタンだろう？なんか出たね。キューブ的なものが出ましたね。これはあれか？ここにフォースキューブを置いて、このボタンを押したら、なんか出てきたな。これ何？これ持てたりもしない？持てたりもしないのか。謎なわけですね。あ、わかった！で、これどっかに、ポンってやったら、バイーンするわけや。あー、すごい！わー、天才現れやな。平成、あーおー、しょうもないこと言ってるから、失敗した。平成のシャーロック・ホームズが言おうとしたら、もう失敗したやん。はい。もう一回やります。同じことをもう一回、落ちる。マジ、この世界の物連算半端ないからな。殺しかかってるからな。で、フォースキューブ適当に置いて、バインして移動する。はい、オッケー。よし。あとはこのまま進めばいいかな。これなんかあるな。ま、でも一応放置しとこう。で、このクソ細い道を行くわけ？え？多分だけどさ、あの下、真下に、あれがあるってことは、あそこに、キューブを置けってわけじゃない。したら、やーば！冴えすぎてない俺。初見プレイとは思えないぞ。おい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 。天才がバレちゃうなぁ。はい、はい。はい、着きました！もう、終わりじゃない？これまだ、これキューブ置いて、あー出ました！宝箱！てーん！ついに手に入れた。これどうやって受け取るんだろう。これは、マクガフィン！マイティーマクガフィン！ようやく手に入れたな。ロックバスター的なやつ。わ、すげえ！かっこいい！ロックバスターやん、これ。ガン選択とかあるんや。あー、これ剣で、2にするとガン。で、中段数とかは無限なわけ。めっちゃ強いやん、これ。やば。え、ちなみにこれ、あれ撃てばええんか。ああいうのを撃つとなんかボタンみたいな役割で、作動するわけか。あ、すげえ！これで多分ね、めちゃめちゃいける幅がね、広がるわけですよ。やば！最高だな、おい。よし、じゃあ、メインストーリーを進めに行きましょうか。なんか意味あるんかな？なんか、
バルブがあるけど、売ってみましたけど、何も起こらずか。とりあえずじゃあ、下に、うわ、敵か、びっくりした。これさ、こっから撃てば、つえーマクガフィンつえー遠距離やばいな。え、こんなの戦闘楽勝やん。おい、えい、たわいもないな。今まで苦しめられたが、貴様ももはや雑魚。俺の相手にはならんな。よし、じゃあ、早速お母さんのところに戻って、行きますか。あの、青の国へと。もう多分特になさそうやね。なんか貝殻集めようか。どうしよう。集めちゃう？あれ、隠し要素なのかな。地味に時間かかりそうなんやけど。集めようか。一応。あ、シークレットリア。なんか、話したから言ったけど。あ、穴だ！防御力が上がり、3以下のダメージを無効にすげえ。じゃあもう今までサボテンのダメージ受けてたけど、これはもう食らわんねや、サボテンは。もう、サボテンは、無なんやね。最強やん。え、だいぶパワーアップしたな。あ、あったあったあった。貝殻。じゃあ一応貝殻も集めるか。とりあえず今回はこの辺にして、次回は貝殻、あ、だって、うい、え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 い、お前結構強いな、お前、思ったより。マクガフィン！とはいもね。次回は、お母さんと一緒に青の国へ行く感じにしますか。そうやね。じゃあ、また次回お会いしましょう。バイチャー。